ホーヘフェーンは、オランダ北東部のドレンテ州に位置する基礎自治体、都市。エリム、フロイテンベルフ、ホーヘフェーン、ノールズヘスフットの町には未だ運河があり、使われている。他には、ホーランズヘフェルト、ニューモスカウ、ニューベロールト、ニューブランデ、ペッセ、ストイフザント、ティーンデフェーンといった村がある。1625年12月20日。 ルーロフファンエハテンは墨を取るため地元の複数の農家から広大なデータン地を買収した。ある古地図には地層の多い不毛で踏み込めない土地と記されている。1819年11月10日に制定された文章は白地で、中央には麦わらに覆われたデータンの山が、その左右には蜂の巣が描かれている。これは初期の二大産業を表している。 ゴッホの作品。ホーヘフェエントペッセカンの道から描かれた町役場の隣に立つ役所1883年秋にはフィンセントファン・ゴッホがこの地を訪れた。1960年代後半にオランダ一の発展を遂げると市議会の主導で初期の主要なデータン産出地であった運河が埋め立てられた。車では A28 高速道と N、A37 号で 鉄道では西部諸都市イコールフローニン編鉄道でアクセスできる。当時は世界最高齢とされたヘンドリック・バン・アンデルシッパーは2005年8月に亡くなるまでこの地に暮らした。小さな空港があり観光業も多少行われている。ありがとうございます。